皆さんこんにちは、はーちゃんです。今回はここに大きなスイカがあるんですけど、重たい。今回はこのスイカをどれだけ食べれるかチャレンジしていきたいと思います。今回は食べれるだけ食べていきたいと思うんですが、私は大のスイカ好きなので、まあね、結構食べれるんじゃないかなって思うんですよ。まあ一玉はね、結構厳しいかなと思うんですが、今日ね、なんと30度超えだし、すごい暑いので喉も渇いてるし、ちょっとたくさん水分をね、摂取していきたいと思うので、こんな暑い日にぴったりな企画となっています。切って食べていくっていう動画です。よかったら最後までご視聴ください。ではまず切っていきたいと思います。はい、その前にこちらのスイカ何キロあるのか知りたいので、こちら 9.1 キロもあります。私の飼ってる犬より重たいんですけれども、はい、では切っていきます。はい、ではまず真っ二つに切っていきます。結構大変だねこれ。すごいすごいすごい。あ、いきます。結構すごい立派。ではね、こちら切っていきます。いつも私はこうやってかぶりつくよりも、切ってもうちっちゃくしてそれをフォークで食べるのが好きなので、カットスイカにしていきたいと思います。はい、まず1/4これカットしちゃいます。こんな感じで。はい、ちょっとね、1/4まずカットしました。ちょっとどれぐらい食べれるかわかんないし、中途半端に食べてどれぐらい食べたかってわかんないと困るので、とりあえずここに半分あるのと、ここに1/4あって、今これ1/4なんですけど、こちらをね、まず食べていきたいと思います。1/4食べるだけでも結構、まあ、水分なんで結構お腹膨れると思うんですよね。まあ食べていきます。ではいただきます。私本当にスイカ好きなんですよ。うん、うん、うん。このスイカは熊本産のスイカなんですけど、下の部分も結構甘いですね。上もすごい甘いけど、うん、うん、白い種は飲んじゃってるんですけど、黒い種がそんなにないので、企画としてはすごくありがたいなって感じですね。あんま出さなくていいので。うん、うん、お腹にくる。でもまあどんどん食べます。結構お腹いっぱいです。お昼食べ終わって結構なペースで食べてるんですけど、お腹いっぱいになってきました。で、本当にこれ企画として全然食べれてないみたいになっちゃってるけど、どうしよう。もうちょっとだけ食べて終わりにしたいと思います。
うん、ごちそうさまでした。なんか私本当にスイカ好きだし、小さい頃からすごい一人でバックバック食べてる人だったので、なんか悔しい。はい、ということでね、結果は4分の1も食べれませんでした。まあまあまあ結構食べてんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回はスイカをね、どれだけ食べれるかということだったのですが、結果は全然食べれませんでした。半分と4分の1余って、これもね、まだ余ってるんですけれども、まあこれは後で食べたいと思います。私一気に食べるっていうことがあまりできなくって、どうせ30分ぐらいしたらお腹空いて食べれるんですよ。なので、これは後で食べたいと思います。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かった、スイカ食べたくなったなって思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、メルカリもやっておりますので、よかったらそちらのフォローもぜひぜひよろしくお願いします。ではバイバーイ。皆さんも暑いので熱中症対策とかしっかりこまめにお水飲んだりとかしてください。